こんにちは、こなつです。今日はこのエコフローテクノロジーから新しいポータブル電源が出るということなので、お貸しいただいて先行レビューをしたいと思います。このポータブル電源デルタミニっていうんですけど、この大きさなんですけど、一番長いここの長さが378ミリです。で、ここの高さが240ミリで、よいしょ、じゃん、ここの奥行きですね、ここの部分が184ミリです。ここに持つとこがついておりますね。よいしょ、じゃん。で、重さが 10.7キロ、おー、10.7 キロって感じの重さがあります。ふんふんふん、それほどパワーがあるってことかな。はい、このポータブル電源なんですけど、容量が 882Wh で、私がいつも使ってるやつの180くらい容量が大きいです。んでね、これ外観とか見たらわかるんですけど、この辺とか何にもないですよね。んで、反対向きにしても、じゃん。こっちも何にもないんですよ。で、どこにあるかっていうと、じゃん。こっちの面にあるんですよ、ディスプレイが。で、反対側も、お尻の方も、刺すとこがたくさんあります。よいしょ。こんな風になっています。めちゃめちゃ、早速ある。すごい。じゃあちょっとこの辺を詳しく見ていこうと思います。いや、もうデザインはね、多分過去一で一番私が好きなデザインだと思う。めちゃめちゃいいじゃんこれ、欲しいわ。はい、じゃあ、一緒に入っていたケーブルたちのご紹介をしようと思います。これが AC ケーブルで、家で充電とかするためのケーブルです。で、これがシガーソケットがついているので、車とかでも充電ができるようなこのケーブルです。これが、今ソーラーパネルはないんですけど、ソーラーパネルでも充電ができるので、このソーラーパネルのケーブルも一緒についております。これが、なんだっけなこれ。ここに刺すとこあるんですけど、多分、ここに今、書いてあると思います。です。このポータブル電源なんですけど、家でちょっと使ってみたんですけど、なんか他のやつと全然違って、めちゃめちゃすごいんですよ。その凄さが、今日伝えれたらいいなと思うんですけど、とにかくじゃあ、まず紹介していこうかなと思います。ここにすごいものが詰まってるから。本当に欲しいこれ。はい、では、これからすごい機能たちを紹介していこうと思います。まず、パッと見てすごいのが、1、2、3、4、5、こんだけコンセント差し込む穴がありますね。すごい。それ自体がまず、この数がすごい。っていうのと、よく見たら、ちゃんと蓋がついてるね。ここが、シガーソケット差し込む穴になっています。ちゃんと蓋があるのは本当にありがたい。よいしょ。で、使うときにこのボタンを押して使うっていう感じです。なんかここに蓋付きのなんか文字が書いてあるのがあるんですけど、ここ開けてみましょう。でん。パカッと開いた。これがね、この一番端っこのが、ソーラーパネルとか、あと車とか、シガーソケットで充電するさっきのケーブル類、このオレンジのケーブルを刺すところです。で、その隣のここの穴、この穴がお家で充電するときに使うこのケーブルの差し込み口です。で、ここがすごいんですよ。これがね、今ここの横に急速充電と低速カスタム充電って書いてあるんですけど、充電する速さが選べます。で、私が一番感動したのが、
これが0から80%まで充電するのに1時間で 80% までもう充電ができるんですよ。それがもうめちゃくちゃ早い。急速充電っていうのにしとくと80まで急速でいって、あとはバッテリー保護のために残りの 20% はじわじわちょっとゆっくりになるけど充電していって 1.6 時間で 100% まで充電ができるみたいです。で、このカスタム充電っていうのが充電するそのワット数をカスタムできるんですよ。で、200ワットから通常は200ワットの設定なんですけど、200から900ワットの間でどれぐらいで充電するかっていうのを自分で決めれるっていう、すごいこの切り替えボタンです。どうやってそのワット数を設定するかっていうと、 Wi-Fi で専用のアプリをつないで携帯で充電のワット数を変えることができます。めちゃめちゃすごい。これは感動したね。で、私家で実際にこのピッて急速充電で0からやってみたんですよ、充電を。そうしたらもう本当に1時間もかからんところで 80% まで充電ができました。めっちゃ早い。本当にすごい早かったです。だけど他のバッテリーとかだったらなんか夜寝とる間に充電してとかだけど、これだったら普通に朝なんていうの、支度とかしとる時とかでも全然余裕で間に合うので、その点がすごくいいなと思います。容量も大きくてこの子の充電も早いっていう優れものだと思います。で、このボタンなんだろうって思うかもしれないんですけど、なんかポッチがあるんですよ。で、これは AC の入力電流が20アンペア以上とか結構異常な状態が継続した時、ポータブル電源自体があーやばいまずいってなってこのボタンが飛び出るらしいです。で、このボタンが飛び出てきたら保護機能が作動したっていうことなので、その時はどっか故障しとらんかなって一回ちゃんと確認をして、で、このポッチグッと押し込んで大丈夫でしたっていうことで元に戻してあげてください。こういう保護をするための機能もバッチリついています。すごい。ほんじゃあ続いては、反対側に向きを変えたのでこっち側の説明をしていこうと思います。説明ばっかりでごめんなさい。はい、じゃあこっち側の説明をしていこうと思います。まずここが、液晶パネルです。で、さっき Wi-Fi でアプリでつなげるよって言ったんですけど、ここですね、ここのボタンを押したら、Wi-Fi とアプリでこうピーってつなげれるみたいです。んで、ここに4つ USB ポートがいろんな種類であるんですけど、こっちが USB のタイプ C100W ですね。で、ここが USB のタイプ A の普通のやつの差し込み口です。で、ここがファーストチャージャー、チャージ急速充電になっております。で、ここを短くポンって押すと、じゃーん、液晶画面がつきました。で、ここの液晶部分ですね、もうめちゃめちゃかっこいいです。もう私本当にここが好きでここに惚れ込みました。でね、今 77% 残っています。電力というか容量が、充電が残っています。で、上がインプットで、下がアウトプットの数字が出ます。で、今こっちはあと何時間使えるかっていう数字が出てます。で、例えばインプットで充電してる間にこっち側に数字出るんですけど、この時の数字はあと何時間で充電が完了するかの数字が出ます。で、出力なんか例えば冷蔵庫とか家電製品を挿してて電力を使ってる時にこっちに出る数字は、逆にその出力のままであと充電がどれくらい持つかっていう、あと何時間使えるかっていう時間の表示が出ます。その時点で本当にすごいよね。
でね、充電する間にこの青いやつがくるくる回るのもめちゃめちゃ好きでね、私は結構しばらく眺めてました。かっこいいよね。はい、携帯にアプリを入れて遠隔操作ができるみたいなので、早速ちょっとここアプリを開いて Wi-Fi でつなげてやってみようと思います。でね、ちなみにデバイス名をつけることができるので、私はエコフロー君にしています。ね、今携帯の画面見てもらったらわかるんですけど、温度が37度、電源残量 76%、残りの放電時間が59時間32ミニッツだね。液晶画面に出てるのと同じ時間が表示されています。で、AC っていうボタンをピッと押すと、今その AC60Hz ここに出てるんですけど、それの電源がつきました。 12VDC っていうところもボタンもこれもあるので、ピッと押すとカーって今ここに出たんですけど、ちゃんと電源がつきました。すごい、遠隔操作ができるのね、すごいね。今このデバイスの AC っていうところを開いたんですけど、この X ブーストっていうところがあって、そこの切り替えでここがオンオフができます。うわっ、うわっ、目に虫が当たった今。この X ブースト機能は消費電力が 600W から 1200W の電気製品の電圧を下げることによって動かすことができる機能です。でこれをしとくと、保護をしながら電圧下げながら結構高めの電化製品が使えちゃうっていう感じの機能です。確かにこれは使うときはオンにしといた方がいいね。今充電が 800W にしてあるね。急速を 800W に設定してあります。こんな感じで携帯で見れちゃいます。最新的な感じだね、すごいね。ちなみに、これは Wi-Fi があるところで繋がないとできないので、そういう環境でやってみてください。おお、なるけど楽しいでしょ。今日はこのポータブル電源って言って、これでいろいろ家電製品が使えるんだって。やってみる？やらんの。ということで、今から実践編です。今日使うのが、前ポータブル電源のレビューをしたときに、冷風しか出なかった、使えなかった 1300W のドライヤーを今日は試してみようと思います。でね、これなんですよね。これめちゃめちゃブオーってすごい風が出るやつで、結構奮発して買った愛着のあるドライヤーです。で、これをちょっと今から試してみようと思います。果たしてあったかい風が出るのかどうか、こっちのこの AC のところにグサッと刺します。今電源がついとるんで、このボタンをポチッと押します。これで使えるようになります。じゃあドライヤーがちゃんとあったかい風が出るかどうかやってみようと思います。高い風出た、すごい。
全然液晶見てなかったわちゃんと使えましたよ。この今ドライヤーをマックスに使って、で暖かい風を出してたんですけど、その時にどれぐらい何ワット使われてるかどうかっていうのを実際にちょっと見ながらやってみようと思います。じゃあドライヤーをこう一番マックスにして、この今ここでクールとか暖かいとか切り替えれるんですけど、暖かい状態にしてオンにします。どう、すごいわ。なんだドライヤー、このドライヤーが使えるなんてすごいよ、これ。風が？風が。おじいちゃんもやる？いや。じゃあちなみに冷風にしたらどうなるかやってみます。これはカチャッとクールにしてマックス。冷風だと120ワットって出てましたね。で、5時間使える感じになってました。だけどそれほど温風って負担がかかるんだねっていうのがよくわかるね。でもこれがあってドライヤー使えるってかなり役に立つかもね。ドライヤーは本当使うからね。結構ドライヤーが使えるっていうのは本当に嬉しいことで、やっぱりあのキャンプ場とかでシャワー室みたいなところしかないところとか、あと車中泊でちょっとした秘湯みたいな温泉で、まあ、島根にもあるんですよ。本当にただ湯船があるみたいな秘湯が、そういうところに入って、まあ、髪濡れた時とか、いろんな時にやっぱりドライヤーってアウトドアとかで、まあ、濡れた時は本当必要だったりするので、これはめちゃくちゃ便利です。で、ありがたい。このドライヤーを自分が使いたいので、まあ、別に他のやつ使えばいいがんって思うかもしれんけど、私はこれが良くて。そうなのよ。よかった、使えて。あ、でもこれ借りてるやつだったんだ。そうだ。めちゃめちゃ欲しいんだけど。頑張って買おう。もうちょっと、借りてる期間があるので、車中泊でも試しに使ってみて、で、その様子もまた動画にしようかなと思うので、また見てください。で、多分その後の車中泊の後の動画とかでまたこれが出てきたら、あ、小夏買ったなって思ってくださいそれぐらいいいです。いや、めちゃめちゃいいな。見た目がもう私好きだな。スペックもかなりいいな、うん、あ、ちなみになんかここちょっとあったかいんですけど、横はね全然あんまりあったかくなくて本当に冷たくて、よくしょ、この部分に反対側もなんですけどファンが丸いのが2つついてます。でここにファンがついとって、上は何もなくて物が置けるようになっちゃってっていう感じですね。いいね。で、ここの両方に取っ手があるので、もっとしたら、まあ、両手でグッてこう持ち上げた方が、まあ、安心安全なんですけど、ここにね、あると、まあ、片手では持てるんですけど、やっぱり両手で持つ感じになってます。それか、10.7 キロあるけど、片手で、うーんってやるか、どっちかだね。じゃあ、さっき、ドライヤーだけやってみたので、でもまだまだ余裕っぽかったので、ちょっと、冷蔵庫も一緒に使って、頑張らせようと思います。じゃあ、冷蔵庫の、コンセントを後ろに挿して、よいしょ。お、ピーって言いましたね。で、今、温度設定をじゃあ、マイナス5度とかにしときます。あ、今、50ワット50ぐらいですね。全然大丈夫だね。じゃあ、ドライヤーも、温風でマックスでやってみようと思います。いきます。
今ドライヤーやってみて、若干そのドライヤーの風が若干だけど波打ってる感じはしたんですけど、それでもまだまだ使える感じです。はい、さっき、冷蔵庫とドライヤーで全然まだまだいけそうだったんで、謎に新品のオーブンを持ってきました。ドライヤーとトースターと冷蔵庫はでもまあつけとくかな。それでちょっとやってみようと思います。ワット数はね、ここでどん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 上げていこうかなと思います。じゃあ最初にこの今冷蔵庫がついとって、次にこのドライヤーをマックスでブイーンってした後にここのワット数を切り替えていこうかなと思います。じゃあドライヤーつけるね。トースターだけで1300。じゃあドライヤー行くね。あ、消えた。消えました。オフになった。無理をさせすぎた。はい、さっきやってみてですね、徐々にこうワット数を上げて、どん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 こう負荷をかけていくと、結構な2000まで行ったね。2000ワットまで行ったんですよ。で、徐々にやるとドライヤーの温風がちょっと下がりつつも使えました。で、さっきの2回目のやった時にいきなりオーブンを1000ワットで始めて、でドライヤーを一気にガッと1300で上げたので、本当にもう大変になってしまって、それだとさっきみたいにバッテリーを守るためにオフになりましたっていう実験結果が出ました。でもそれにしても多分ここまで負荷をかけて使うのはなかなかないと思うので、いやでもここまでやって使えたのはびっくりです。本当は最初からもう全然できないかと思っとったんで、それはすごいと思いました。はい、では急速充電実際にどれくらい速いのかやってみようと思います。でタイマーもセットしながら、どれくらいの速さで何分でどれくらいっていうのを測ってみようと思います。今 63% なんですけど、64にピッてなった瞬間からタイマーを時間を測ってみようと思います。じゃあやってみます。9分。今9分経ちました。9分で 75% まで来ました。はい、ということで、試した結果ですね、9分で 11% 充電ができました。ということは1時間で 80% までまあ、行くよね、それ考えたら。うん。で、他のやつは本当に、こんな日じゃないぐらい、もう全然、速さが全然違って、めちゃめちゃこれ速いので、びっくりです、これ。
かもあの回ってる感じがいいよね。ここが好き。結構急速に充電ができたんじゃないかなと思います。でまあ本当に1時間くらいでやっぱ 80% までは本当に行くんじゃないかなっていう、まあ、実際試してみてもそうだったんですけど、それぐらいめっちゃ早いです。すごい、これはすごい。このあの青い丸い回るやつもいいよね。私はあれが好きかな。はい、ということで、結構いろんな機能を、ご紹介したと思うんですけど、一番すごいのは急速充電かなと私は思います。やっぱり他にはない、めちゃめちゃもう1時間で 80% いくみたいなのは他はないと思います。こんなにすごいの。それで言って名前がデルタミニっていう、これでミニなのかってぐらいこのパワフルな容量と、あのすごいパワーがねすごいっていうのが本当に使ってみてよくわかりました。で、あの家電製品の 90% が使えるみたいなので、多分ドライヤーとかじゃなくても他になんかレンジとかでもできるものは本当にたくさんあると思います。だけん本当にこれあの先行レビューさせてもらってすごく欲しくなりました。うん、で先行、本当に先行だったので、まだ発売日とか今の段階では、撮影してる今の段階では決まってないです。でおそらくここに編集終わってたらここに出ていると思います、発売日で。その時でもわからんかったら概要欄にまた載せておきますので、よかったらぜひ、金額の方もね概要欄の方にまだちょっとわからないので載せておきますので、よかったらぜひ皆さんもこちらから見てみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。他に SNS もインスタグラムとかツイッターとかブログもやっておりますので、そちらもぜひ概要欄のリンクから飛んでみてください。あとサブチャンネルのお休みラジオというのもやっていますので、そちらもぜひ飛んでみてください。ということで、またねー、またねー。皆さん、もしかしたら気づいてる人もいるかもしれないですけど、今日は髪を結んでみました。やっとギリギリ結べるようになって、今日もめちゃめちゃ暑かったので髪を結んでみました。久しぶりだなこれ。でもね、チョンって感じだけどね。まあまた切るけどね、また来月切ります。またねー。